じゃあやってみましょうか。いきます、用意スタート。サックス奏者の孫岩木亮と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、管楽器をやってる方にぜひ見ていただきたいんですけれども、息をたくさん吸うための練習というのをご紹介していきたいと思います。以前こちらの動画でですね、音を大きくする方法っていうのを解説させてもらったんですけれども、まあ、その中でですね、息をたくさん吸いましょうっていう項目があったんですね。なんですけれども、まあ、どうやってその息をじゃあたくさん吸ったらいいのっていうところまでですね、ちょっと解説しきれなかったので、まあ、今回はですね、息をたくさん吸えるように体を鍛えていこうという、まあ、そんな練習をご紹介したいと思います。まあ、今回の練習は楽器とかは全然使わないので、まあ、家でですね、楽器吹けないよって方とかもですね、気軽に、まあ、気軽にできるかな、多分気軽にできるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひですね、音量とか息吸えなくて悩んでる方とかですね、いらっしゃいましたら、ぜひこの動画最後までご覧いただけたらと思います。というわけで早速いってみましょう。というわけで今回はですね、4つの練習をご紹介したいと思います。そして5個目にですね、ちょっとやばい練習を1個用意してますので、ぜひ楽しみに見ていただけたらと思います。というわけでまず1つ目にやっていただきたい練習がですね、4拍かけて息を吐き出します。全部。次にですね、4拍キープします。そして5拍目になった時に息を吸うという、こういった練習ですね。4拍かけて全部空っぽにします。で、空っぽになったらそのまま4拍待って、はいどうぞって感じで、で息を吸うっていう感じですね。まあ、本当にシンプルな練習なんですけれども、この時に気をつけていただきたいのが、歯で抵抗を作らないということですね。息を吐く練習って皆さんやったことある方いるんじゃないかなと思うんですけれども、なんかこうスーとか、ちょっと抵抗を作る息の吐き方あるかなと思うんですけれども、それだとですね、肺が全然空っぽにならないので、もうフーって感じで全部の息をですね、口から吐き出すイメージでやってみてください。で、最初のこの4拍かけて吐き出すって時に、なるべく空っぽまで行ってください。そうしないとこれあんまり意味がないです。で、これをやっていただくと、まあ、どうなるかっていうとですね、5拍目になった時に肺にですね、自然と息がスーッと入ってくるっていう感覚を覚えていただきたいという感じですね。まあ、ただまあこれ本当にその1なのでめっちゃ簡単なのですぐできちゃうかなと思うんですけれども、一緒にやってみたいと思います。僕はですね、こう指パチパチ鳴らしますので、これに合わせてですね、4拍かけて息を吐いて4拍キープしたら、次に吸い込むっていう感じですね。ではやってみたいと思います。じゃあ皆さん準備してください。参ります。いきます。どうぞ。吐きます。止めます。あ、こんな感じです。めちゃくちゃ簡単ですよね。もう一回やってみましょうか。4拍かけて全部吐き出します。4拍キープします。5拍目で吸いますと、まあ、そんな感じです。参ります。いきます。どうぞ。はい、いかがでしょうか。まあ、これできつかったらちょっと今日先行けないので、まあ、ここの練習をやっていただきたいんですけど、皆さん大丈夫ですよね。まあ、この時にですね、とにかく空っぽにするっていうのが重要ですね。4拍で空っぽにするのって結構大変なので、思いっきり吐き出すようにしてみてください。では続きまして2つ目の練習入っていきたいと思います。少し強度を上げていきたいと思います。4拍かけて吐くっていうのは一緒なんですけれども、キープする時間をですね、4拍から8拍に変更します。なのでふっと4拍かけて吐いたら8拍我慢します。で、9拍目になった時にふっと吸い込むって感じですね。まあ、8拍キープすると結構苦しいので、吸い込むっていうよりかはどちらかというと息がこう入り込んでくるっていう感じになるかなと思います。やってみましょうか。途中できつかったら絶対休んでくださいね。ではまず4拍かけて全部吐き出してください。もうそこが一番重要なので、とにかく吐き出す、スーじゃなくてもうふーとかほーとかの方がどんどん息出ますね。ほーって感じでどんどん息を出して空っぽにしてみましょう。行ってみます。じゃ準備してください。参ります。どう止めます。はい、どうでしょうか。さっきよりちょっときついですよね。もう一回やってみましょうか。その時にですね、こう吸い込む時にもう肩とかですね、別に上がっちゃって僕はいいと思ってます。
とにかく吸い込むというか、肺に息が入ってちょっと肺がキリキリするというか、もうめちゃくちゃ息吸ってんなっていうのを感じていただきたいので、まあ、特に腹式呼吸とかそういうのは気にしなくていいです。とにかく空っぽにして吸い込むっていう感じですね。もう一回やってみましょう。ではご準備ください。いきます。ドを吐きます。止めます。はい、どうでしょうか。ちょっとこの辺痛くなってきたんじゃないかなと思うんですけれども、これをですねとにかく繰り返していくと、だんだん肺のキャパも広がってきますし、1回にですねこれだけたくさんの息を吸うっていうのがだんだん気持ちよくなってくるかなと思いますので、楽器でもぜひ試していただきたいと思います。では続きまして3つ目の練習、さらに強度を上げていきます。最初にですね吐き出す拍数が4拍だったんですけれども、こっちを今度8拍に増やします。そしてキープも8拍ですね。なので8拍かけて全部出して、8拍かけてキープして、その後9拍目吸うって感じですね。まあ、8拍かけて吐き出すとですね、さすがにどんなにケチってもですね、息全部出てっちゃうかなと思いますので、かなりきついと思います。きつかったら本当やめてくださいね。酸欠になってこう目がチカチカしてきたら本当にすぐやめてください。無理のない範囲でやっていただきたいと思います。では、行ってみましょうか。8拍かけて吐いて、8拍かけてキープして吸い込むって感じですね。参ります。いきます。ドを吐きます。止めます。おー、結構入ってきたんじゃないでしょうか。もう自分でやりながら、ちょっときついかもなって思ったんですけど、意外と、ちょっと息が上がってきますね。これ本気でやることが大事です。手抜きでやれば全然苦しくなくはできるんですけど、もう全然意味ないので、とにかく吐き出す。でこれ僕もですねレッスンしながらやっちゃうんですけど、せーのの時にって吸っちゃうと、吐き出す時にそう吸った分また吐かないといけないので、せーのの時は吸わないでて、そこから吐くと、いきなり息を吐いてあげると、より空っぽに近づく時間が早くなるかなと思います。もう一回やってみましょう。吸い込まないように気をつけてくださいね。最初に参ります。いきます。どうぞ。はい、いかがでしょうか。疲れた。適宜皆さん休憩してくださいね。動画で全部ぶっつけでやっちゃうと、ちょっと体もしかしたら壊しちゃう方いたら本当に心配なので、水分補給とかもしてください。氷うまいですね。よし、では続きいきましょうか。今度はですね4つ目の練習、これは結構きついと思います。8拍かけて吐くっていうのは多分限界だと思うので、8拍かけて吐くのは一緒です。なんですけれども、このキープする時間をですね12拍に伸ばしたいと思います。さっき8拍だったのが12拍ですね。めちゃきついですね。8拍かけて全部出して12拍キープして、肺の時に息を吸い込むって感じですね。これ本当に無理な方全然いらっしゃるかなと思いますので、無理だったら途中でやめてください。逆に余裕だよって方はこのスッとかこういう抵抗をなくすようにしてみましょう。では、しっかりですね体の準備を整えてからやってくださいね。では参ります。いきます。吐きます。3、はい。結構きつい、結構きついです。ちなみに僕は今座ってやってるんですけれども、立ってやってもいいかなとは思うんですけど、演奏してるというか練習してる時僕座ってることが多いので、座ったままの方がより普段の状況に近いという方はぜひ座ってやってみてください。立って吹くことが多い方は立ってやっていただくといいと思います。今更って感じですけど、ごめんなさい。姿勢はぜひ自由にやってみてください。もう結構きついですね。もう一回だけいきましょうか。8拍かけて吐いて12拍キープして吸うと、吸うっていうかもう吸わざるを得ないって感じですね。いってみましょう。ご準備ください。いきます。3、
C 吐きます。おお、疲れた。だいぶ肺を使っていただいたんじゃないでしょうか。まあ、この時のですねっていう肺に流れてくる息のスピードで普段のブレスをするとですね、こんだけ息が入るよっていうのを知っていただきたくてこんな練習をしてみました。これ非常にですね、息を素早く吸うという練習になりますので、多分楽器吹いて一生懸命息吸うっていうよりも、こう苦しい状況を作ってですね、肺に自然が流れてくるっていう状況を作った方が多分実践的だなと思いますので、ぜひやってみてください。僕もこれ結構やって本当に効果あったなと思いましたので、まあただ注意していただきたいのは、クラクラしてきたり疲れたら本当に休んでくださいっていうことですね。無理して酸欠になって倒れたりしたら本当に楽器とか持ってたら落としちゃいますから、本当に無理のない範囲でくれぐれも注意してやってください。あと密室とかでやってると本当に酸欠になる時間も早いので、そういった環境もですね、ぜひ気をつけてやってみてください。はい、ということで、ここまでですね、普通のブレス練習やっていただいたんですけれども、今日の締めにですね、最後めちゃくちゃ効果のある練習をやっていきたいと思います。これはですね、本当にちょっとやばい練習っていうか、やるの嫌な人もいるし、僕がですねこれを映像で見せるのもいかがなものかなって思うんですけれども、これは本当に効果があるので、騙されたと思ってやっていただきたいです。本当に効果があります。というのもですね、こちら犬の真似という練習、どういうことって感じだと思うんですけれども、イメージしていただきたいのはですね、夏の暑い日の大型犬ですね、大きな犬が外にいるとですね、暑いからこう体内のですね体温を下げるためにハッハッハッってやってますよね。このハッハッというのをやってみるという練習ですね。この時に気をつけていただきたいのは、もう全部の息を吐いて全部の息を吸うっていう、ここでですね酸素を行ったり来たりさせるっていう、そんなイメージでやってみてください。本当に小型犬とかっていい感じだと思うんですけど、それでやっても本当に意味がないので必ずですね腹を使ってやってみてください。その時にですね、お腹映るかな、こんな感じでわかりますかね、お腹がちょっとこう上下してんのわかりますでしょうか。これがですねしっかり体感できるように気をつけてやってみてください。右手か左手かお腹の上に乗せてやっていただくと非常にわかりやすいかなと思います。というわけでこれやってみましょう。ではどうしようかな、これ時間何秒やるかが大事なんですけれども、まずは10秒からやってみましょう。10秒って意外と余裕そうなんですけど、めちゃくちゃきついです。10秒間ずっとってやってないといけないので、覚悟して臨んでください。苦しかったら本当にやめてください。これこそ本当に酸欠のリスクあります。じゃあやってみましょうか。いきます、用意スタート。ストップ。はい、いかがでしょうか。大丈夫かなこれ不快だったら見ないでいいんですけどこれめちゃくちゃ効果あるんで、本当に騙されたと思ってやってほしいです。ちなみにですね、今ちょっとやっただけでかなりきついです。これめちゃくちゃきついです。本当にポイントはですね、息を全部吐いて全部吸うっていうことですね。これができていないと全然きつくないし、お腹もですねあんま痛くならないので、お腹の上下っていうのを必ず気にしてですねやっていただきたいと思います。では第2ステップ20秒やってみましょうか。20秒さすがに映せないので、なんかちょっと癒し系の、動画かなんかあるかな、あったら入れときます。じゃあやってみましょう。20秒いきます、用意スタート。ストップ。やばい、きつすぎる。いかがでしょうか。20秒ですね、これ続けるとめちゃくちゃきついです。ちょっとクラクラしそうだなって感じなんで、これが多分本当限界かなと思います。
逆にですね、これだけやっても全然苦しくなかったっていう方は、多分吐き出しが弱いか吸いが弱いかだと思うので、もうちょっと大げさにやっていただくといいと思います。まあ、これちょっと一人で練習してるとかなりやばいと思うんですけど、でも本当に効果があるので、一回でいいんで騙されたと思ってやってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はですね、息をたくさん吸うための練習ということで、いくつかご紹介をさせていただきました。本当にどれも効果がありますし、実際にですね、楽器吹いてる時にこれぐらい苦しくないと息使えてないっていうことかなと僕は思いますので、ぜひ試してみてください。サックスとかね、家で吹くのなかなか大変かなと思いますので、大きい音が出る楽器の方こそですね、ぜひやっていただきたいなと思います。というわけで、今後もですね、こういったレッスン動画を撮っていきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。Twitter やブログもやっておりますので、概要欄から遊びに来てください。というわけで、今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。California shore, just to watch the ships at night on the San Francisco Bay. Oh,